エカ,エカチェリーナ2世。エカチェリーナ2世。エカチェリーナ2世。アレクセイエブナ。1729年4月21日。ロシア歴。5月2日。グレゴリオ歴から1796年11月6日。ロシア歴。11月17日。グレゴリオ歴は。ロマノフ町第八代ロシア皇帝。在位。1762年6月28日。ロシア歴。7月9日。 グレゴリオ歴から1796年11月6日、ロシア歴、11月17日、グレゴリオ歴。夫は、ピョートル三世並びに、グリゴリー・ポチョムキン、秘密結婚、子は、パーベル一世かプロイセンのフリードリヒ二世、大王やオーストリアのヨーゼフ二世と共に、啓蒙先生君主の代表とされる。ロシア帝国の領土を、ポーランドやウクライナに拡大し、大 と称される。帝政時代にが発行していた100ルーブル紙幣の肖像に描かれていたほか、ゾイドニエストル共和国のが発行する500ゾイドニエストルルーブルにも描かれていた。日本では従来エカテリーナの表記が多かったが、近年は原音により忠実なエカチェリーナの表記が普及してきた。また、ドイツ語や英語由来のカタリーナ、キャサリンイ、カザリン、 キャサリンなどの表記も参見する。しかし、脳ソは手を表し、チェと言いたいときは、を使うので、エカテリーナの方が忠実である。1729年4月21日、ロシア歴、5月2日、グレゴリオ歴、北ドイツ、現在は、ポーランド領ポンベルンのシュテッティンで神聖ローマ、帝国領報君主クリスティアン・アウグスト、プロイセン軍少将,将の娘として生まれ、 ルター派の洗礼を受け、ゾフィーア・ウグスタ・フレデリーケと名付けられた。母のヨハンナ・イリーザベトは、デンマーク王家、オルデンブルク家の分家でやはり北ドイツの、商法領主である、ホルシュタインゴットルプ家出身であったが、時系、アドルフ・フレドリクは、後に、スウェーデンの王位を継承した。弟が二人で、上の弟は12歳で死亡、下の弟は後にアンハルト・ゼルプスと公領を継ぐ。 ゾフィーは2歳の時から、フランス人ユグノーの家庭教師に育てられ、特に2番目の家庭教師はベカルデル城にはロシアへ行くまで教えを受けた。その結果、フランス語に堪能で合理的な精神を持った少女に育つ。調和も達者だったが、音楽は苦手。それほどの美貌ではなかったが、生来の優れた頭脳を活かし、知性や教養を磨いて、 魅力的で美しい女性となる努力を重ねた。本来家柄的にはとても大国の公費候補に上がる身分ではなかったが、母、ヨハンナの創生した長兄カール・アウグストが、ロシア女帝、リザベータ・ペトロブナの若カりし、頃の婚約者であった縁もあり、ゾフィーは14歳で、ロシア皇太子妃候補となる。1744年、サンクト・ペテルブルクに到着、ブトー・ランゲに、成長を、 プスコフ主教を48年からは大主教、シモントドールスキーに、ロシア語を、初めて、ロシア語を体系化したワーシリア・ダドーロフに習う。ロシア語の勉強に熱中したあまり高熱を発して、倒れてしまい、エリザベータ女帝やロシア国民の心を動かしたという、逸話もある。同年、ロシア正教に改修し、エカチェリーナ・アレクセイエブナと改名した。偶然にも、 エカチェリーナ一世と同じ名を持つことになった。翌日、エリザベータのおいで、母方のまたいとこにもあたる皇太子のホルシュタイン公、ピョートル・フヨードロビッチと婚約。翌役、翌1745年に結婚し、大公妃、ベリーカやクヤージナ、の称号を帯びた。二人とも、ドイツ育ちのため、ピョートルにとってはとりあえず、ドイツ語で存分に会話できる相手ではあったらしい。 には不慣れであったが、エカチェリーナがロシア語を習得し、ロシア正教にも改修し、ロシアの貴族や国民に支持される努力を惜しまなかったのに対し、知的障害もあったと思われるピョートルは、ドイツ風にこだわり続け、ドイツ式の兵隊遊びに熱中し、周囲の反感を買い続けた。ピョートルに唯一人並みの才能があったと思われる、まともな趣味は音楽だったが、 こればかりは、エカチェリーナの方に才能がなかった。不幸なことに、ピョートルの男性能力の欠陥のため、結婚後も長期間夫婦の関係はなかった。後にピョートルは、手術を受け、ようやく夫婦生活が可能になったものの、その頃にはすでにエカチェリーナは、セルゲイ・サルトイコフ伯爵ク,クラの男性と、半ば公然と関係を持つようになっていた。 エリザベータ女帝や周囲が四次確保の大義名分で黙認したとも、むしろ積極的に進めたとも言われる。ピョートルの方も大宰相、帝国祭ミに入るボロンツォフの名エリザベータボロンツォバを、長愛するようになり、夫婦の関係は、完全に破綻する。日付はすべて、ロシア歴。内の日付は、グレゴリオ歴。1761年12月25日、ロシア歴。 1762年1月5日、グレゴリオ歴にエリザベータ女帝が死去すると、夫ピョートルは皇帝、ツァーリ二即位、エカチェリーナも、となった。ピョートル三世は、プロイセン王フリードリヒ二世の信奉者で、皇太子時代からエリザベータやロシア貴族と対立していた。七年戦争では、ロシア軍がプロイセン領内に侵攻して、 フリードリヒ二世をい詰めていたにもかかわらず、ピョートル三世が即位後にいきなり、プロイセンと講和条約を結んだことは、ロシアの内外で不評を買った。また、皇后エカチェリーナを廃止、長期エリザベータ・ボロンツオバを皇后に据えようとして、彼女の一族である、ボロンツオフ一門を徴用した上、ルター派の信者だったピョートルは、ロシア正教会にも弾圧を加えた。 ピョートル三世への演奏の声は高まり、エカチェリーナ対望論が巻き起こるが、愛人関係にあったグレゴリー・オルロフとの子供を妊娠中だったエカチェリーナはすぐには動きが取れなかった。エカチェリーナは4月11日、ロシア歴、4月22日、グレゴリオ歴に極秘出産を済ませ、6月28日、ロシア歴、7月9日、グレゴリオ歴に この絵軍やロシア正教会の指示を得てを観行した。この時、エカチェリーナは、ロシア軍伝統の緑色の軍服の断層で、自ら馬上で指揮を執ったと伝えられ、その凛々しい姿の肖像画が残されている。オルロフ兄弟やエカテリーナダーシコワ夫人らの尽力で、この絵ン隊をはじめとするザイペテルブルクの主要な、軍隊や、ハンピ票トル賛成派の貴族はことごとく、エカチェリーナ側につき、 ピョートル三世側についた重臣たちもその多くが、おがめなしで起参を許されたこともあり、クーデターはほぼ無欠で成功した。在位6ヶ月のピョートル三世は、廃位、幽閉され、間もなく、監視役のアレクセイオルロフ、グリゴリーの実刑に暗殺されたという。公式には、前提ピョートル三世は、治病の字が悪化して急性、エカチェリーナ二世はこれを深く痛むと発表され、 エカチェリーナ二世は自身の関与を否定したが、真相は不明である。エカチェリーナ二世が政務を取ることでは一致したものの、ロマノフ家の決闘でないエカチェリーナの女帝即位には疑問の声もあり、シシパーベルを即位させてエカチェリーナは摂政にという案もあったが、結局はエカチェリーナ自身が正式に女帝として即位することとなり、1762年9月22日、 ロシア歴10月3日、グレゴリオ歴に、モスクワ・クレムリンのウスペンスキー体制で、大冠式を行った。エカチェリー・ナ2世は当時ヨーロッパで流行していた、啓蒙思想の崇拝者で、啓蒙君主を辞任していた。そのため、ボルテール、ディドロなどとも文通を行い、自由経済の促進、宗教的寛容、教育、医療施設の建設、出版文芸の進行といった。 啓蒙思想に基づいた近代箇所政策に着手した。その集大成とも言えるのが、閣身分の代表が集結して1766年に開催されたに提案されたであった。モンテスキューの法の精神やベッカリーヤの犯罪と刑罰など、西欧の啓蒙思想を盛り込んだ上に、濃度性の緩和などといった急進的な内容を含んでいた訓令、中アスだが、 当時のロシア社会は、女帝の想像以上に未成熟な状態であり、特筆すべき成果を上げることはなかった。また、新法典編纂委員会も、オスマン帝国との戦争が始まったために、無期限休会となり、そのまま再開されないままに終わったため、訓令、中アスの採択や発行も、妨みとなった。ロシア提出の血を引かないどころか、喫水のロシア人ですらないエカチェリーナは、 貴族の支持を必要とし、貴族が反対する大規模な改革は不可能であった。宮廷の実情やクーデターの経緯を知る良しもない、一般庶民には、ピョートル三世は、待望久しい成人男子の皇帝であり、その非合の最後に対する同情と、後位産脱者の女帝に対する反感があったらしい、その死の直後からピョートル三世への戦勝者が何人も現れた。 1773年に発生した、ボルガ川流域でのドンコサック、農民、工場労働者、炭鉱夫、少数民族、バシキール人、チュバシ人、カルムイク人による大規模な反乱であるプガチョフの乱はその際のものであったが、1775年には鎮圧される。また、エカチェリーナ2世の退官から2年後、 かつての皇帝でエリザベータ女帝に遊兵されていたイヴァン六世を救出しようとする試みがあったが失敗してイヴァン六世は監守に殺害された。対外政策ではオスマン帝国とのロト戦争1768年から1774年1787年から1791年や3回のポーランド分割などを通じて ロシア帝国の領土を大きく拡大した。まず、オスマン帝国との二度にわたる、ロト戦争、1768年から1774年、1787年から1791年に勝利して、ウクライナの大部分や、クリミア半国を併合し、旧ュュカイナル自条約、バルカン半島進出の基礎、ヤッシーの講和を築いた、南下政策。また、 エカチェリーナ2世は、第一次、第二次、第三次のポーランド分割を主導し、ポーランドリトアニアを地図上から消滅させた。ポーランド分割も、ポーランドの多い継承問題に介入して、自らが推挙した、かつての愛人で、ポーランドの有力貴族家門に属する、啓蒙思想主義者のスタニスワ・フ・ポニャトフスキが、即位直後からポーランドを、 近代民主主義国家にする大改革を断行し、1791年にヨーロッパ初の近代民主憲法5月3日憲法を,を制定したことが原因となった。というのもこの憲法はカトリックの原則の事実上の絶対化により、正教徒の弾圧を正当化したためである。第一次ロシアスウェーデン戦争でロシア艦隊はフィンランド湾でスウェーデン海軍に敗北こそしたものの、 1790年、イギリスとプロイセンの仲介により講和し、ロシアの国体には何の影響も及ぼさなかった。1789年のフランス革命には脅威を感じ、晩年には国内を引き締め、自由主義を弾圧した。エカチェリーナの人生と知性は成功に満ちていたが、晩年には孫をめぐる二つの失敗があった。親戚のスウェーデンを、 グスタフ・アドルフが1796年9月に訪れた時、エカチェリーナは孫のアレクサンドラを彼と結婚させて、スウェーデン王妃にしようとした。9月11日に舞踏会が開かれ、そこで二人の婚約が発表されるはずであった。スウェーデン王はアレクサンドラに惹かれていたが、アレクサンドラがロシア正教会からルーテル教会に改修しないこと見通し、舞踏会に出席せずに、 ストックホルムに去った。エカチェリーナは衝撃を受け、健康状態は悪化した。後に回復して、お気に入りの孫アレクサンドルが息子、パーベルを飛ばして退官する他の式典を計画し始めた。だが、式典の前、舞踏会から2ヶ月後に、女帝は脳梗塞で死亡することになった。1796年11月5日、ロシア歴、11月16日。 グレゴリオ歴の朝、エカチェリーナは早く、目が覚めて、コーヒーを飲み、いつもの書類仕事を始めた。メイドがよく眠れたかと尋ねると、長い間よく眠ってはいないと答えた。九時過ぎに化粧室に行き、トイレで発作を起こして倒れた。戻らないことを心配したメイドが覗き込むと、エカチェリーナは床に倒れ、顔は紫色で、脈は弱く、呼吸も浅かった。メシたちは、 ベッドルームに運び、45分後に G が来て、脳梗塞であると診断した。あらゆる努力にもかかわらず、昏睡から冷めることはなく、臨終の儀式を受けてその夜9時45分頃に、公居した。翌日に解剖を受け、死因が確認された。エカチェリーナの遺言には、詳細な指示が記されていた。遺体には、白いドレスを着せ。 洗礼名を彫った黄金の王冠を頭に乗せること。模服を着るのは六ヶ月を超えないこと。短い方が望ましい。遺言に従って遺い体いは白い絹織物のドレスを着せられ、黄金の冠を乗せられた。棺は黄金の織物で覆われ、アントニオリガルデが設計、装飾した、国別室に置かれた。肖像画家、ビジェルブラによれば、棺は六週間安置され、 昼も夜も明かりが絶えなかった。女帝は、ロシアのすべての町の紋章によって取り囲まれたベッドに寝かされていた。顔は覆われず、その手はベッドに置かれていた。すべての夫人たちは順に遺体を訪れ、その手にキスをしたという。その後、遺体は、サンクトペテルブルクの主座ュトペトル・パウェル大聖堂に埋葬された。後継の玉座には長らく角質のあったムスコッパーベル。 ペトロビッチ大公がつき、パーベル一世となった。ロシアの文化、教育の整備にも力を注ぎ、英米の誉れ高い女性側近、ダーシュコワプ人をアカデミー長官に据え、ロシア語辞典の編纂事業に着手、後世のロシア文学発展の基盤を作る。また、女子貴族のための学校、スモーリヌイ女学院を設立し、ヨーロッパ諸国の宮廷、 社交界に送り込む貴婦人の養成にも力を入れた。エカチェリーナに世自身も文筆に優れ、回想録、書簡、童話、戯曲などの文芸作品を残している。その一方、晩年になって、革命勢力への警戒心から、民間の文化活動を監視するようになる。その一例として、ロシア発の風刺雑誌を刊行し、 啓蒙主義者として数えられるニコライノビコフを1792に逮捕させ、1796年までペトロ、パブロフスク要塞に投獄したことが挙げられる。私生活の面では、生涯に約10人の公認の愛人を持ち、数百とも言われる愛人を抱え、夜ごとに人を変えて、寝室を共にしたとする伝説もある。孫のニコライ一世には、 玉座の上の勝負とまで酷評される始末であった。1774年頃、45歳頃、エカチェリーナは十歳年下のポチョムキン、タブリチェスキー公爵と結ばれる。家庭には恵まれなかった、エカチェリーナの生涯唯一の真実の夫というべき男性で、私生活のみならず、政治家、軍人としても、女帝の不可欠のパートナーとなった。二人は秘密裏に結婚し、 エカチェリーナが46歳の時、1775年に二人の間には、ジ・娘が生まれた。ポチョムキナ、チョムキナは、後に将軍と結婚し、その末裔は、現在も実在している。などの説があり、かなり信憑性の高い資料であるエカチェリーナと、ポチョムキンが交わした1162通もの往復間、モスクワのに所蔵、ソビエト崩壊後の1997年に、 歴史学者博士によって、エカチェリーナ二世と自営ポチョムキンの個人、往復書簡集として公表された。からもそういう事実があった可能性が伺えるが、真相は今も研究が続いている。二人に男女の関係がなくなった後も、妻と夫であり続け、エカチェリーナの男性の趣味を知り尽くしたポチョムインが、えりそぐった愛人を女帝の警棒に送り込んでいたという、 互いの信頼関係は長く続いたが、1791年、ポチョムキンは認知に向かう途中で倒れ、女帝に先立って病没した。晩年のポチョムキンは、女帝から遠ざけられ、失意のうちに死去したとされるが、女帝は、夫の不法に、これからは一人でこのロシアを治めなければならないのか、と深く嘆き悲しんだという。 ポチョムキン以降に女帝が関係を持った長身のほとんどは公的な影響力を持たなかった。例外としては美貌だけでなくそれなりの能力もあって女帝を補佐し、しかも国家や宮帝の問題には関与せず女帝の長愛も深かったが1784年に26歳の若さで急成した。また、エカチェリーナ裁判年の長身だったわ。 ポチョウムキンの立場をも脅かすほどの影響力を持ち、ポチョウムキンの死後は、老齢の女帝の長愛を良いことに、かなりの権力を持ったようだが、養子以外に対した能力はなく、女帝の死と共に失脚した。1783年、伊勢白子、元鈴鹿市の先導である、大黒屋高田優は、江戸への航海途中に漂流し、アリューシャン列島のアムチトカ島に漂着。 そのゴロシア人に助けられ、シベリアの主婦イルクーツクに滞在した。ここで学者のキリル・ラックスマンの援助で、帰国請願のためサンクトペテルブルクに向かい、1791年、エカジェリーナ2世に拝越して、帰国の儀を聞き届けられている。キリルの次男アダム・ラックスマンが、江戸幕府の統治下で、鎖国状態を続けてきた日本に対して、大国や高大友及び小一。 磯キチの3名を変換すると同時に、シベリア総督の通称要望の新書を手渡すために、県非施設として日本に派遣され、1792年、コーダ・ユーラは、ネムロに帰着した。一は、共にシュレースビヒホルシュタインゴットルプコーフレゼリク3世の子。二は、デンマーク王フレゼリク3世の子で、兄は、デンマーク王クリスチャン5世、妹は、 スウェーデン王妃ウルリカエレオノーラ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。